皆さんこんにちは。365歩のマーチで知られる歌手の水前寺清子さん。水前寺清子の車椅子生活となった両足骨折の実態、和田アキ子を泣かせた、暴挙の真相と夫を断捨離れした理由について紹介します。まずは水前寺清子さんの経歴とプロフィールから紹介します。水前寺清子は日本の女性歌手、女優、本名林田民子、身長158センチ、血液型 O 型、熊本県熊本市中央区の古市商店街で生まれ、小学校まで同地で過ごす。熊本市立赤台小学校、専属学園中学校、高等学校卒業。15歳時に出場したコロンビア歌謡コンクールに出場し2位になる。その時に星野哲郎が水前寺に声をかけたことが後のデビューのきっかけになった。そこで水前寺はクラウンレコードに移籍し、畠山みどりが歌う予定だった。袴を履いた渡り鳥、お畠山のキーのままで涙を抱いた渡り鳥とタイトルを変更した上で念願のデビューを果たした。1970年からは民放ドラマ史上最高の視聴率 56.3% を記録した TBS のドラマ「ありがとう」に主演し、山岡久乃演じる母と娘の日常生活、石坂浩二との恋を演じた NHK 紅白歌合戦には1965年から1986年まで22回連続出場していた。そのうち紅組の司会を4回務めたことがあり、1960年代後半、1980年代にかけて赤組内ではムードメーカー的存在であることが多かった。鳥も1983年に一度務めている。全盛を極めていた時代の紅白の象徴的な歌手であり、様々なエピソードが残されている。デビューしてから50年以上、体にもいろいろ型が出てくるものですよ。そんな不調はすぐに対処しつつ、これからの人生を考えるきっかけにしたいですね、そう語り、トレードマークである元気な笑顔を見せるのは歌手の水前寺清子さん。彼女が足に妙な違和感を覚えるようになったのは2013年のことだった。もともと腰痛持ちでしたが、あの時は立っていると両足の先が冷たくなり、そのうちお尻から足先まで痺れてきて、歩いていてもしばらくすると足の痺れが出て歩けなくなってしまいました。背中を丸めて一休みしてまた歩き出すという具合、歌っている時は気が張っているから痺れがなかったものの、転んだらどうしようと不安は募るばかり。とうとうある日のステージで足の感覚麻痺からすってんと転んでしまって、その後も症状は悪化し、何かにつかまらなければ3メートルも歩けなくなるほどに。整形外科で検査をし、脊柱管狭窄症と診断された。4から5年後には歩けなくなり、車椅子生活になる可能性もあると医師から告げられたという。デビューして1年半後にステージでの事故で左膝靭帯を断裂、その後遺症で左足の腱が外れる腱脱臼が起きるようになって、長年にわたって左足をかばって生活してきたんです。バランスの悪い歩き方をして腰に負担をかけていたのかもしれません。あとは着流し姿、腰回りをさらしでがっちり固めた状態でステージの隅々まで動き回り歌うわけだから、足腰にいいわけがありません。そんな積み重ねが病気となって現れたのだと思います。2014年6月には変形して神経を圧迫していた脊柱管の骨を削り取る手術を受けた水前寺さん。手術の怖さより歩けなくなることへの恐怖がありました。歩けなくなったら歌い手をやめなければいけません。何しろステージや生放送中に倒れたらみんなに迷惑をかけるし、ファンの方々に心配もかけたくありません。元気な姿でステージに立ちたいという思いがあったから、手術を迷う余地はありませんでした。手術は成功し、1週間で歩行器で動けるように。3週間の入院を経て退院した翌日にはステージに元気なチーターが戻ってきた。手術から4年経ちますが、手術前にあった足のしびれや感覚麻痺はありません。ステージで転倒するという不安がなくなったことが何よりです。何も心配しないでお客様の前で歌うことがどれだけ幸せなことか実感しています。元気であればあれもしたいこれもしたいという欲求も、それが生きる力になるんです。水前寺清子が4日放送のフジテレビ系
ダウンタウンナウに出演し、女性大物歌手2人との確執の真相を語った。その当時、犬猿の仲と噂されていた水前寺清子と和田アキ子、本誌1974年2月9号でも2人の不仲を報じている。当時、和田アキ子出演するレギュラー番組に、アッコが嫌いだから出演しないと水前寺が出演オファーを断り、それを聞きアコが涙をポロポロこぼしたと記事には書かれている。水前寺はそのことについて、高当時を振り返った週刊誌に、番組に出てくれないんで一晩中泣いたと書かれたんですよ。その時に、私はあの方が元気いいところを知ってましたんで泣くたまかと言ったのは覚えています。売られた喧嘩は買います。この事件は喧嘩を売られたと思いましたから、私が全く知らないところでこういうことがあって一晩泣いた、どうしてくれるんですかって言われたんで泣くたまかって言ったのは、今でも本当に申し訳なかったと思います。アッコちゃんは本当に今はとってもよくしてくださるし優しいです。1971年の NHK 紅白歌合戦、赤組の司会を務めた水前寺、大トリは美空ひばり。本来なら赤組司会の水前寺が曲紹介するはずなのだが、本番では白組司会の NHK 宮田てるアナウンサーが曲紹介した。この不自然な曲紹介の裏には、ひばりと水前寺のバトルがあったとささやかれた。その真相を水前寺は次のように語った。私が曲紹介を断ったとなっていますが、そうじゃなくて、あの時は美空ひばりさんが歌われて、長谷川和夫さんが踊られて、その時にここ大鳥だけは宮田てるさんが司会をなさるということで、私は間違えちゃいけないと本当にドキドキしたんです。美空ひばりさんは雲の上の方ですよ。ネット記事でそうなった。あれ、直せないんですか？事実と違うことがネットに書かれ、確執の噂が広まったという。そんな水前寺に2016年10月、熊本地震の被災地出身の演歌歌手として紅白歌合戦内定の噂が。1965年から22回連続出場した水前寺だが、1986年以来出場は一度もない。水前寺は出られない、出られない、そんな話ない、ない、出ませんよ、出ませんよとしながらも、でももし内容が被災地の皆さんのためであれば、被災地のみんなと一緒に歌いたいと話した。水前寺清子が2020年12月4日離婚していたことが明らかになった。2020年11月には離婚していたそうで、4日の水前寺のブログには、あらのタイトルで、今頃かい、朝からを大笑いと記されていた。水前寺は19歳でデビューし、43歳の時に元夫と結婚。おしどり夫婦と言われてきたが、実態は真逆。離婚の原因は夫のパワハラだったと発売中の女性セブンが報じている。元夫は水前寺のバックバンドを経て、結婚を機に所属事務所の社長に就任。マネジャーを務めていた水前寺の姉が17年に死去し、代わりにマネジャーを兼務するようになると、元夫とスタッフの間で衝突が増えたという。水前寺の歌い方などに対するダメ出しは、中意ではなく罵倒レベル。ワイドショーのレギュラー出演時は平日はホテル泊をしていたとも。芸能リポーターの川内天使氏がこう言う。二人をよく知る人に聞くと、パワハラは結婚当初からだそう。スタッフや外部の人がいる前でボロカスに言うので、みな水前寺さんは我慢強いよなと感じていたそうです。元は社交的で、当初どんぶり勘定だった事務所を立て直したり、仕事を取ってくるなど仕事面の功績はありますが、酒とゴルフと女が大好き、女性として決断を下したのでは。今回の長熟年離婚を家族問題評論家の池内博美氏は、一般家庭でもあり得るとしてこう分析する。妻が自分より収入や社会的地位が高い場合、夫がパワハラやモラハラでマウンティングをして自分の存在意義を誇示します。パワハラに耐えられないならもっと早く決断したはずで、31年も耐えたのは自分が養い守るべき人がいたから。一般家庭では子供が理由で、年齢は関係ありません。子供のために家事はするけれど、夫のためではないという意味です。以前ワイドショーで共演させていただいた際、水前寺さんは、私は子供がいないからとよくお話しされ、
その分後家族を大切にされているようでした。水前寺さんが守るべき人はお姉さんやスタッフで、お姉さんが亡くなったのも離婚の要因では、コロナを機にお仕事が全てリセットされ、スタッフも減り、誰に遠慮することなく決断を下せたのも大きかったと思います。コロナのおかげで断捨離れを進め、捨てるべきものがはっきりしたようだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。